すでに勝ちは見えておる。勝頼様をお迎えするために周囲の敵を片付けておかねば。なんだと。何だと。ここまではたやすい。敵将打ち取った。何だと。愚策である。働きなど自慢にならぬ。
では絶やすである。これで周囲の敵は片付いたか。無事にお迎えできると良いのだな。それは素晴らしい。様は小山田信重様の進言をお取り上げになり岩殿城へ向かわれました。しかし信重様は織田方に寝返り。バカな。小山田様は武田のご親戚。その小山田様がまことに。はい、天目山に追い詰められた勝頼様はあえなく。そんな、勝頼様は父上を頼って来られるのではなかったのですか。私を信じてはもらえなかったか。そんな。いや、信じていなかったのは私か。父上、こちらを正幸様にと最後に預かりました。
上、お手が。勝頼様は武田の滅びは避けられぬこととお考えだったのだ。では真田を共に滅ぼすまいと、あえて。なぜだ、なぜ諦めてしまわれる。なぜ生き延びるためあらゆる手を尽くそうとなさらぬのだ。そしてなぜ私は。父上、直ちに親方様の仇討ちを。無用である。父上、父上のあのようなお姿は初めて見たな。はい、それほどに勝頼様のことを。けれど分かりません。それなのにどうして仇討ちは無用などとおっしゃるのでしょうか。父上には父上のお考えがあろう。はい。結構重いものを持たされちゃったのかもしれませんね。おっと、これはご無礼を。いや、そなたは武田好きの忍びであったな。これからどうするのだ。そうですね、まあ一人で生きるための忍びの技なんで、どうとでも。一人で、なぜだ。はにゃ、なぜとおっしゃいますと。我らもそなたの身内だろ。前にそう言ったではないか。雪村様、ここにいればよい。そうですよね、兄上。そうだな。父上には私から申し上げよう。ありがとうございます。精一杯お使いいたしますんで。ああ、よろしく頼む。第六章、安土。天正10年、かつて戦国の名門と称えられた武田家はとうとう滅亡の時を迎える。武田家の悲劇的な結末は正幸の心にも大きな変化をもたらした。今後真田はどうあるべきか。一族の生き残りをかけて正幸はある決断を下す。その決断は雪村に運命的な出会いを招くこととなった。